有名イラストレーターの天野義隆との夢の共演、新たな物語が今始まる。今週の紹介は鬼の城。本機は疑似ボーナスを搭載した ART 機で、あの銀河英雄伝説のセブンラッシュが鬼狩りラッシュとして再来。また業界初のセーブ&ロードシステムを搭載しており、 RPG の世界観を忠実に再現していますよ。まずはじめに ART までの流れを紹介します。通常時は3つの ART 突入契機が存在。鬼神海戦は完全自力の子役抽選バトルゾーンとなっており、対戦相手によって信頼度が変化します。また浦の間は7揃い確率がアップするチャンスゾーンとなっており、7を揃えて鬼狩りダッシュ突入を目指しましょう。豪気襲来ゾーンは全長ステージとなっており、背景が変化するほど信頼度がアップしますよ。見事連続演出成功で鬼狩りラッシュ突入となります。決まったぜ。グッジョブ、キビツ。続いて紹介するのは ART の前に突入する鬼狩りラッシュ。鬼狩りラッシュは継続率管理となっており、マイゲーム抽選をしています。ラッシュ中は押し順ナビに従うだけで7が揃い、7が揃うたびに30もしくは100ゲームを上乗せしていきます。ここで貯めたゲーム数が ART の初回ゲーム数となるので、気合を入れてレバーを叩きましょう。鬼狩りラッシュの後に突入するのが ART 戦機の時。自制の句を唱える。ワンセット最低60ゲームで純増約 2.2 枚。リプレイの連続が鬼神海戦突入への鍵を握っており、 ART 中の鬼神海戦で見事敵に勝利すると疑似ボーナス獲得となります。鬼神海戦本機のボーナスは2種類存在し、30ゲーム継続の疑似ボーナスとなっています。桃姫ボーナスだと鬼狩りラッシュストックの大チャンスとなりますよ。また ART ゲーム数を消化し終わるとラストバトルに発展し、勝利すると再度鬼狩りラッシュに突入します。最後に紹介するのは本機の目玉でもあるセーブ&ロードシステム。桃源の記録。 ART 中の中段桃揃いで ART の残りゲーム数に50ゲーム加算して、なおかつその時の状態をセーブ。まだ倒れる時ではありません。 ART が終了するとロードが始まり、セーブした時のゲーム数と状態に復活します。さあ行くのです。7が揃いまくる快感。 RPG の世界観とパチスロの融合、美麗な映像と新たなシステムを導入した鬼の城をぜひホールで体感しよう。